湖北大文館府さ文館移動図書館、そよ風号阿鼻子市民図書館は、千葉県阿鼻子市にある、公立図書館。市民のための図書館という意味を込めて、市立図書館ではなく、市民図書館と称している。阿鼻子市障害学習センター、阿びスタの1階にある。敷地面積は5302平方メートル。延べ床面積は1426平方メートル。書棚は4。 五六段のものを使い分けている。地域が東西に1 4トルと長細いため、文化を設けてカバーしている。市内14カ所の拠点に移動図書館、そよ風号が月2回あるいは4回巡回している。現役のそよ風号は2001年8月24日、登録の野田ナンバーの自動車で3000冊の図書を積載可能である。阿ビコの移動図書館、そよ風号は、 千葉県立中央図書館に代わって1978年8月に、湖北地区に拠点を構えて始まった。市内11カ所を巡回し、各世帯の人数の2倍の図書を借りることができた。湖北文館が開館してからは、湖北文館を拠点に移動図書館を展開している。1966年9月7日に、安子町中央公民館が開館し、南東の一角に、 図書室が設置された。約39平方メートルしかない狭い部屋で、まだ蔵書は300冊しかなかった。また図書は、館内閲覧のみで、貸し出しを開始したのは、蔵書が8000冊に増えた1975年10月のことである。当時は、週3日しか開館していなかったにもかかわらず、1977年度には、貸し出し冊数が、千葉県内で、第5位になった。 当時の阿鼻子町は徐々に図書を増やして将来的には阿鼻子町立図書館への昇格を目指していた。1960年代から1970年代の公共図書館は転機を迎え、閉鎖的な図書館から市民に資料を提供し、知る権利を保障するという意識が定着し、阿鼻子町では移動図書館を開始することでこれを実現しようとした。 そして1979年11月、阿鼻コ市民図書館に改称、阿鼻コ市民会館2階に移転した。この時には、蔵書が4万5千冊まで増加した。職員は6人で、日曜日の午後には3千冊を貸し出すなど、大変忙しかったという。時間外労働は状態化し、腰痛などを訴える職員が出たため、文館の設置案が浮上した。 そして1982年7月1日には、古北大文館、1987年7月には、ふさ文館が開館した。古北大文館は、市水道局の新築移転によって庁舎が利用できることになったことから、図書館として利用することが決まった。ふさ文館は、本館と古北大文館が、人口急増等の諸条件に合わせて場当たり的に、 設置されたという反省を踏まえ、職員の手で運営方針や図書館を配置計画を策定した上で建設された。図書館を配置計画では8つの図書館を市内に置くことが提案されたが、2012年現在も実現せず、三館体制のままである。市民会館にあった図書館は手狭な上天井が低かったため、新図書館建設の機運が高まり、 1998年に、阿ビコ市長が図書館と公民館の複合施設建設を市議会で表明した。図書館と公民館の間で生涯学習施設として、相乗効果が生まれるように留意することなどが議論され、6社の設計案の内岡田新一設計事務所の設計案が採用された。また、複合施設名は一般公募により、阿ビコとスタディを組み合わせた。 アビスタに決定した。2002年2月に市民会館の図書館を一旦閉館し、4月1日にアビスタが開館した。同年5月には市内の大学である中央学院大学、河村学園女子大学と相互協力を開始した。東日本大震災により2011年3月12日から3月31日まで臨時休館した。ありがとうございます。